FFBE ゲーム戦争ウォーブザビジョンズ公式番組ゲーム通信始まりました。はい、ということで皆さんこんにちは。ファミツアップスターズの宮本です。そしてアップアップガールズがっこかりの新井真奈美です。そしてはい、ファミツアップで FFB 原生層の攻略を担当してます、松崎さんまです。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す。いや、もう今年も終わりますね。終わります。終わりますね。いや、今年特に早くないですか。早いです。あ、なんか冬がね、ちょっと短いというか、なんか全然思い出ないでしょ、俺。今日思い出ない。そんな悲しいことやめてください。なんかね、このご時世だからさ。確かにね、あんま外出ること、ね、そう。外に出れないから。そうそうそう。皆さんも早かったんじゃないかなって思うところではありますけど。はい。はい、まあ元気にやっていきましょう。はい、落ち込んでもしょうがない。やらなくてもしょうがない。はい。はい。改めまして、この番組はスクエアエニックスから好評配信中の FFB ゲーム戦争ウォーブザビジョンズのプレミア役立つ情報を皆さんにお届けしていく番組です。はい。2020年を締めくくる今年最後のテーマは何でしょうか。今年最後のテーマはミーアコラボエディットの紹介です。なぜ笑った。ちょっと何て言ったかちょっと一瞬ね。あとそんなテーマの紹介の仕方してたっけなと思って、ね、いや、まあちょっと今年最後だからね。最後ちょっと気味にね、元気にいかないですね。そうそうそう、現在絶賛ご覧中でございます。はい、はい、まあ、ちょっとね、ニーヤオートマタとはっていうところをね、一応僕の方からまあ紹介させていただくと、はい、スクエアエニックさんがプロデュースしたプラチナゲームズさんが開発を手掛けるアクション RPG ということで、はい、舞台が宇宙人が操り出す機械生命体の圧倒的戦力を前に、人類が月へと敗走している遥か未来ということで、プレイヤーは新たに組織されたアンドロイド部隊ヨルハ所属の 2B となり、地球奪還のための熾烈な戦いに身を投じるという感じになってます、ね、そう、まあ、人っぽいですけど、これアンドロイドという感じですかね。かわいい、めっちゃかわいいじゃんね。はい、ということで今回はこの、まあ、2B と 9S がユニットとして実装されましたので、こちらのユニットどんな感じなのか紹介していきたいと思います。はい、じゃあサボさんよろしくお願いします。はい、はい、まずはね 2B から紹介していきたいと思います。 2B、 はい、 2B、 はい、ステータスまず一覧見ていきますが、はい、まあ、特徴的なのは攻撃の数値がめちゃくちゃ高い、はい、っていうところですね。あとは意外とこう、まあ、攻撃数値高いということで物理アタッカーなんですけど、はい、ジャンプの数値が2あると。普通大体3、1なんですよね。ムーブ3のジャンプ1っていうのが基本なんですけど、ジャンプ2あるんで、まあ、ちょっとね、そういう高低差のあるマップで有利なんじゃないかという感じですね。いいじゃん、ジャンプ。ステータス上。うん、で、ヨルハ2号 B 型っていうのがメインジョブであって、サムライ、格闘士と。いう感じのジョブになっております、はい、体勢とかを見ときますか。この良いのが魅了と麻痺に体勢があるんですよ ね、 ね、これ結構厄介な状態以上の2つなんで、いやもう厄介でしたね。魅了マジうざくないですか。ほんと切れそうになる。あの白磁の塔とかでも結構かけてくる、ね、あのシーフ系のやつがいたりするんで、まあ、最近ねちょっとないですけど、これ魅了は結構いい体勢ですね。はい、じゃあアビリティボード見ます。基本は、斬撃です。斬撃って感じなんですが、実は一つとあと打撃も使えるっていう、なんかどれでも使えちゃう万能アタッカーみたいな。プロフェッショナルですか。そうそう、芸術ので、まあ格闘士があったんで、まあ打撃使えるっていうのは分かったと思うんです。はい、まあ、このね打撃、はい、はい、ありますと、あと一つがあこのね刺撃ってやつですね。刺激、うん、これダメージ大の貫通3ターン斬撃と、あと打撃攻撃力ダウンさせる、まあ、ちょっと珍しいデバフ、うん、デバフかけてくれるんだ、うん、しかもこれメインアビリティなんで常に使えるんですよね。あ、だからまあ常時格闘士にしなくてもまず斬撃と一つは使える。あとはまあここがね運プラス 20% なんですけど、まあ、2B の、マスターアビリティで回避が上がるんですよ。おなんで、まあ、どちらかというとこう耐久力を上げるっていうよりは回避性能を高めていって攻撃も回避もできるようなアタッカーに育てていくとかなり活躍が見込めそうかなと。面白そうじゃん、回避していくキャラ。だから前線に出てかなり火力もあるのに回避されるみたいな厄介なアタッカーになりそうかなと。当たらなきゃね勝ちっすからね。そう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 、アドですからね。 2B この後の 9S もそうなんですけど、うん、最初アンドロイドって話だったじゃないですか。ありましたね。だから人じゃないんです。おお、
つまり PVP で猛威を振るってる人キラーありますね。刺さりません。いろんなやつに今ヒトキラーあるから。そうそうそう。そういうことか。そうだからあのどっか の, その召喚獣の紹介とかでヒトキラーいいよみたいな話したと思うんですけど。あげとくといいよって。そうそうそう。それが刺さらないっていうことになるんですね。あら。え初初だと思います。そのプレイヤブルのキャラだと。あそうですよね。みんな使っちゃうじゃない。そう。まあ PVP だとあんまり関係ないんですけど、ね、PVP 目線で考えると。ヒトキラ刺さんない部分とかで確かに有効かな。相手にした時とか人いねえじゃんってなる。そう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 。まあそうですね。ナイエスと組み合わせたら特にね。人じゃねえじゃん。こいつ刺さねえってなる。露骨になるじゃん。そうそうそう。うん、まあこれはそこで、ね、結構特殊な部分で。あいいね、まあ、いいユニットですね。そして、まあ、新ユニットといえば、はいまあ、EX 化されてるっていうところがあるんで、はいはいはい、EX 部分も見ていきたいと思います。まあまあ、 あのレベル上限とかは基本的な部分なんですけど、まずこの刺激強化と、あの今さっき言ったあの一つのね、はいはい、アビリティが大幅ダウンになってるのかな。デバフの部分かなりデバフが効くようになってると。とあそうもう一個ねちょっとねこの 2B のかなり特徴的なものを紹介し忘れてたんで。うんこれサポートアビリティのオートアブソーブってやつがあるんですけど、はい、これがバトル開始から5ターン与えた HP ダメージの一部を吸収する、うん、これあのアビリティに HP 吸収攻撃がついてるわけではないっていうのが大事で、うん、どんな攻撃でもそのダメージを与えれば吸収するわけですよ5ターンの間どんな攻撃でもいいんだよね、まあ、回避に特化させてもいいし、まあ、回避特化しつつこの HP 吸収もあるから一発ぐらいは耐えて攻撃しながらもうなんか一撃で落とさなきゃなんかこちょっといるみたいな。そうそうそうでも一撃狙ったら回避されるみたいなとかね。やかましいですよね。そうこれがまあ特徴的ですね。5ターンあれば結構荒らせるんで。いいね、5ターンでだいぶね。そうそう PVP だったら全然いいし。うん、そして一番最後のね、まあ、これ最大までいったら、はい衝撃は回っていうアビリティを覚えます、はい範囲内の対象に中ダメージとスロー効果。うん、範囲がこの4マス。うん、っていうことでまあ結構、まあ、縦4マスねこうぴったりいることはないですけど範囲攻撃としては結構いいかなと、うんまあ、スローやっぱこれレイドにもやっぱ良さそうですねスローとかかけてこう敵の CT をたまりにくくするっていうところ状態異常がなんか特徴的な気がしますね、うんまあ、全体的にまとめますと基本は残アタッカーなんですけど、うんまあ、1つとかあとサブジョブを格闘士にすれば打撃も使えるといったようなまあユニットになってまして運用としては物理アタッカーで、うん、回避に振るか、うんまあ、もうガンガンゴリゴリでオートアブソーブに頼って吸収そうそうそう吸収に頼ってゴリゴリアタックしていくっていうようなアタッカーですかね、はい、ということで 2B はこんな感じとなっております、はいはい、続いては 9S の紹介となります、はいはい、ステータスはこんな感じですが、はい、まあなんだろうちょっと平均的なステータスなのかなっていう印象がありますね攻撃をまあそこそこ、はい、で2B と一緒でジャンプが2あるっていうところも、まあ、特徴としてはあります。ジャンプ2が特徴的なんですね、はい、今回。で、夜波 95S 型っていうのがメインジョブ、まあ、これも新ジョブですね、はい。そしてナイトブレード、バイキングというのがサブジョブになっております。はいまあ、この 9S ね、無料の10連召喚で確定で手に入るんで、まあ、全員持ってるっていうところで、ちょっと厚めにね。持ってるんですよ。そうそうそう、実はね。私も持ってるんですよ実はね実はみんな持ってるんだけどね聞けば、まあ、一応まず体勢の方から見て鈍枠とスローですかね、はいまあ、鈍枠はねあのもうほんと行動できなくなるやつなん で、 そうです、ねまあ、この体勢あって結構いいかなっていうところで攻撃タイプ体勢が優秀で、うん、魔法以外にはまあ強いというか、まあ、打撃は普通ですけどね、うんうん、感じになってます、はい、そしてアビリティを見ていきます一応役割としてはいろいろ本当にできるキャラなんですけど、うん、個人的にはタンクかデバッファー的な扱い方が良さそうです、はい、で一番の特徴はハッキングこちらねハッキング対象に雷属性のダメージ大3ターン攻撃魔力ダウンこれしかも今範囲見るとかなり広いいいじゃんねこれじゃあこのね今ハッキングが強いっていう話したんですけど、うん、サポータピリティってこの右にハッキング強化があるわけですハッキングの射程強化&確率でスタンク射程強化結構スタンってあんま耐性なくて、うん、っていうあの敵キャラも多いんで1マス増えるだけでこれつまり5マス先までいけるわけですよしかもあの高低差も一応結構ねプラス2まであるんでかなり遠いところまで届くハッキングが強い
なんかハッキング軸なのこれ。これ軸で戦ってもいいんじゃないかなと思う。うん、ハッキング軸でいいよね。一つがあるんで基本は、うん、そのレイドとかで一つユニットとして使うのも全然ありなんですけど、ハッキングはかなり強い。PVP とかではハッキングいいんじゃないですか。うんうん、そうですね。でクロックアップっていうサポートアビリティだとムーブもプラス1できるんで4、2まで。あ、動けるんだ。うん、動ける。これ無料ユニットにしては相当強いというか。強いですね。育てる価値あります。で、まあ一応メインはその一つなんです、はい。まあ。メインの攻撃は一つになってます。一つ。で、こう2連続とか、2連撃とかもあるんで、まあレイドとかでも良さそうだなっていうところとか、あとデバフって言ってるのがこういう部分ですね。対象の防御、素早さダウンとか。これも範囲も広くて、なかなか優秀。ハッキングもそうだったし。そう。で、あと、意外と注目なのが、2B が回避っぽかったじゃないですか。だね。これ、アサルトフィールドっていうバフが、攻撃と命中アップできて、回避っぱ対策になってるっていう。何それそう。これがしかもこの10時範囲なんで。2B やばいじゃん。2B ちょっと、これ対策されますね。VS 9S になってそうそうそう。で、次ね EX も一応紹介していきます、はい、回転砲そうですかね、はい、これが強化されますよっていうことで、じゃあちょっと一応元のアビリティを見ると、範囲内の対象にダメージ中とアビリティ発動キャンセル効果で、これも範囲結構優秀で3マス先で十字、これが強化されて素早さダウンがついたのかな。うん、まあ、素早さダウンこれ範囲攻撃だけど、これもまあレイドとかでもいいし、まあ、PVP でも素早さダウンされると結構ずれて、うん、じゃあ自分の思った通りに動いてくれないとかあるんで有効な使い方もありそう、うん、そして、シールド展開強化と、これ今シールド展開を紹介してないんですけど、はい、これがね強い、これが強い、これ強い、シールド展開を、まあ、下位に強化します、うん、3ターン自身を中心とした範囲内味方に防御精神アップですね、どっちもアップします、はい、かつ3ターン自身に物理ダメージを軽減するプロテス効果、ここがプラスされてるんです、強化されると。これ1回使うだけで物理に対してのカチカチ具合が半端ない、うん、あそうか、タンクとして ね、まあ、そうそうそう、タンクとして運用するならこれが結構強い、で範囲見ると、まあ、自分を中心とした十字に、うんうんうん、だから魔法に対してはねちょっと対策必要ですけど、物理に対してはかなり強そうかなと。まあそうだよね、うん、体制的にもそうっていう感じですね。でそして最後が直線放送回、対象にダメージ大と一つ攻撃耐性ダウン、これもねまたレイドでこう一つパン組む時とかは有効な、うん、でまたこの範囲の広さっていう ね、やっぱこの射程の長さがこの 9S の、うん、特徴の一つかな、うん、どの攻撃もなんか射程あって使いやすそう、結構遠くからこうダメージ与えつつ、ただ近づかれても物理に対してはかなり硬いという感じなんで、まあアタッカーメインで振るよりは個人的にはやっぱタンクとかデバッファー寄りにして、タンクデバッファー良さそう、うん、遠くからこうちまちまやりつつ、うん、まあ、それこそ例えば 2B と組ませて 2B は近くに行く系のユニットじゃないですか、まあね、うん、でもこうハッキングとかデバフしとけばあんま食らわないだとか、うん、あとは単純にシールド展開最初に展開すれば、まあ、ダメージもね軽減できたりとかっていうような使い方が良さそうですね。嫌がらせキャラじゃん。そう。デバフかけて落ちる。僕は逆に好きです。嫌がらせ大好きなんで。やばいでしょ。怖い怖い。そうそう。はい、続いてコラボビジョンカードのニーヤオートマタの紹介をしていきます。はい。はい、こちらも UR のビジョンカードになっておりまして、HP 攻撃精神が上がると結構まあ尖ってはいる。で、パーティーアビリティが風属性ユニットの運アップと精神アップ、あ、同じくね、風属性ユニットの精神アップと、はい、風属性ユニットのクリティカルダメージアップ25、うん、ということで、もう風属性特化の風パ、風パ訓練で、まあ 2B が風なんで、うん、そうですね、はい、まあ、2B に装備させてねっていうような感じのビジョンカードと、まあ、運とかアップするんでやっぱこれ回避もね高まっていくと、もうすぐ回避その 2B での回避パを組みたいんだったら欲しいなっていうところですかね。
で一応浮揚効果も限定になってますが、風ユニットが装備すると攻撃力アップします。強いじゃん。これ強いです。風強化きてんじゃん。めちゃくちゃきてます。風パですね。一応風ユニットに対しては汎用性は高いんですけど、うん、その浮揚効果的にはやっぱ物理アタッカー寄りなので、うん、風属性の物理アタッカーに装備させるならよしと。よし、サンバさんありがとうございました、はい、ありがとうございました。ニーヤコラボは1月15日の金曜日の9時59分まで開催となっております。その他のコラボキャンペーン情報についてのお知らせです。まずはこちら、 9S1 体確定1回限定無料10連召喚です。これ、ね、こちらは先ほども言いましたが、はいはい、必ず皆さん引いてください。続いてはこちらです。コラボイベントクエストを開催中です、はい、イベントクエストでコラボイベントメダルをゲットしていただき、高難度 EX クエストでは SSR ブグのクラフトレシピがクエストをクリアすることでゲットできます、はい、さらにクエストのボスにはこちら、はい、ニーヤ本作の方でもボスとして登場しているアダムとイブが登場いたします。続いてはこちらです。コラボチャレンジミッションでございます。8ライン達成で SSR ブグにニーヤでおなじみのポット1号さんがゲットできちゃいます。続いてはこちらです。コラボユニット育成チャレンジミッションでございます。期間限定のチャレンジミッションをクリアして 2B9S のかけらなどの育成に必要なアイテム素材がゲットできます。こちらは1月15日の金曜日9時59分までとなっております、うん、はい、そして最後がこちらです、はい、コラボ記念ログインボーナスでございます。期間中ログインしていただくことでこちらのアイテムがゲットできちゃいます。以上ニーヤコラボキャンペーン情報でした。さらに今回は年末ということでお正月イベントの情報も少しだけご紹介したいと思います。まずはこちらです。はい、かっけーなー。新ユニットが登場いたします。顔つきが変わった。1月1日金曜日の0時0分よりストーリー第1部完結&リオニス王モント新登場を記念しまして、新 UR ユニットリオニス王モント、新ビジョンカード UR 獅子王モントリオニスのピックアップ召喚が開催されます。かっこいい。生放送でちょっと出てましたけど、これちょっとまたね詳細が今日わかるっていうことで、はい、はい、サンバさん今回登場する UR のモントはどんなユニットなんでしょうか。はい、まずねこの画面で分かることが、まあ、そのアークロードとか発表されてたんですけど、はい、コスト100っていうところがね、コスト100ですね、はい、コスト100ってつまり破滅のシテルとかギルガメッシュと一緒なんです、はい、その列ですね、うん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 、つまりかけらの価値が2倍、そして強いと、まあ、つまり強いってことですね、まあ、つまり強いが強いですね、はい、一応メインジョブのアークロードが、まあ、前衛の、ね、物理攻撃に強いタンクタイプで、まあ、攻撃を引きつけつつ味方の属性耐性上げるような感じらしいんですけども、はい、まずリミットバーストが範囲内に攻撃に、これあ自分中心なんですね。キングウェアリス、かっこいい、まあ、これあのなんとなく想定していることを考えると、やっぱモントが、はい、前線に行ってこう敵を引きつけてるから周りには味方あんまいなくて、うん、敵ばっかりみたいな感覚で多分周囲を攻撃するっていうイメージなんだと思うんですけど、はい、で確率で3ターン攻撃アップするが操作不能となるバーサク効果と、うん、はい、あんまりねここまでバーサク効果ってこう有効に使われたことがないんで、うん、ちょっとこれ気になるっちゃ気になりますね。気になるね、うんうんうん、はい、そして次が赤獅子の爪、はい、範囲内の攻撃対象にダメージ中と、あ、これはいわゆる虎徹のギルガメッシュの虎徹っていう分かる分かる技あるじゃないですか、めちゃくちゃ範囲、はい、広い虎徹だね、虎徹ショーなんでやっぱりその上位互換みたいな、強虎徹じゃん、強虎徹強虎徹強虎徹だよ、強虎徹だって、ね、ショーから中になってんだから、うん、強虎徹でしょ。いや強いですね。そうですね、まあ、範囲高低差が虎徹は2でこっちが1なんで、まあ、そこの部分はちょっと違うっていうところです。あと AP 消費がもしかしたらもうちょい重いかもしれない。あ、まあ、ここじゃちょっとわからん。そうですね、っていうところ、まあ、これはでも非常に多分強力です。だって虎徹強いから、ね、なんかだいぶ汎用性あるじゃん、うん、あります、ね、いろんなところで使えるから。そして次がナノルト、まあ言ってヘイトアップですね。ヘイトアップいいじゃないですか。ヘイトアップしかもこれ3回までチョーク可能なんで、まあそこまで打つかどうか分かんないけど、タンクとしてはやっぱり欲しい能力ですよね、このヘイトアップ。いやヘイトアップはいいね、シンプルに、うん、
まあこれやっぱタンクなんでしょうね、明らかに。まあそうだよね、うん。で、まあ、ギルガメッシュ破滅してるとかあって、うん、まあ、今回モントね、リオニスのモント、はい、タンクで初の多分コスト100、えぐそう、えぐそう、マジで落ちなそう、そうそうそうっていうね、ずっともうずっとこういう感じですよね。そうそうそう、で、な、で治るんだよ。なるそう、まあ、だからそこがめちゃくちゃ強そうですね。まあ、今分かる情報ではこんなところなんですけど、一応その今ね、あのまだ情報解禁前に収録してるんで、はい、この情報もしかしたら変わるかもしれない、はい、あそうですね、まあ、ちょっとねその辺はご了承くださいというところで、今出てるだとこんな感じと、うん、続いてビジョンカードもあるそうなので紹介していきたいと思います。はい、まあ、UR ビジョンカードの獅子王をモントリオニスということで、こちらはパーティアビリティが、まあ、発動条件非属性の最大 HP アップ、防御弱体耐性アップ、そしてレベルマックスでダメージ上限がアップしますよ、はい、で限定付与効果が非属性で範囲攻撃耐性アップ攻撃アップということで、もう、まあ、今のね UR モントにつけろっていうプラス、やっぱこれも非属性だったら誰でもつけれそう、ね、まあそう、また付与効果で見ると物理系、そうだね、非属性の物理系には誰にもつけて OK という感じになってますね。こちらのピックアップ召喚の開催期間は2021年の1月1日の金曜日の0時0分から1月15日の金曜日9時59分を予定しております、うん、はい、その他金河新年2021キャンペーンのお知らせです。まずはこちら、リオニスをモントピックアップ無料10連召喚です。いやこれはすごいわ、これぜひゲットしたい。いやここで出てほしい、ここで持ってきたいね。もう正月、最高の正月なんですよ。これすごいね、そう、新キャラのピックアップが無料ってやばい。しかも開けた瞬間にもうこれ引けるからね、うん、うんうんうん、うん、でしかも期間中合計で最大80連分そうです。ぜひ皆さんもやってみてください。そして続いてはこちらです。4日間無料召喚を開催。おー、ありがたい。はい、金河新年2021キャンペーンとして2021年1月1日から1月4日の4日間、うん、日替わりで無料召喚を実施いたします、はいはいはい、単純に楽しみだわこれ、うん、4日間無料引けるんだもん、うん、毎日楽しみでしょ。素敵なお年玉です。始めやすさとしてはかなりある、まあ、確かにそれもありますね、うんうんうん、はい、続いてはこちらです。ログインボーナスでございます、うん、金河新年2021年キャンペーンとして、期間限定のログインボーナスを実施します。限度席が最大2500個ゲット、はい、できます。さらに各種アイテムが含まれた召喚が可能な金河新年2021運試し召喚券など期間中7日間ログインするだけで豪華報酬がもらえちゃいます、はい、こちらの開催期間はですね、1月1日の金曜日0時0分から1月8日の金曜日の14時59分までとなっております、うん、続いてはこちらです。限定ハードクエストの開催です、うん、新 UR ユニットリオニスオモントのかけらが獲得できる限定ハードクエストリオニスオモントを開催、リオニスオモントのかけらが1日1回限定5個、7日間合計で35個クエストミッションをクリアすることで、最大50個の獲得ができます、はい、こちらの開催期間は1月1日金曜日の5時から1月8日の金曜日の4時59分までとなっております。続いてはこちらです、はい、期間限定チャレンジミッションの開催です。おー、なんだなんだ、はい、チャレンジミッション8ライン達成でビジョンカード獅子王モントリオニスを獲得できます。これゲットできるんだね、今さっき紹介したビジョンカード、はい、ビジョンカードがゲットできます。はいはい、はい、ありがたいじゃん、グッド。そうですよ、まあ、他にも、いろいろなアイテムがたくさん手に入りますし、うん、レアなアイテムばかりですので、まあ、これは絶対またやるべきです、ね、俺絶対やるべきでしょう、うん、はい、ぜひぜひ皆さんも参加してみてください、はい、こちらの開催期間がですね、2021年1月1日の金曜日から金曜日の0時から、1月15日の金曜日9時59分までとなっております。最後にこちらです。期間限定育成チャレンジミッションの開催です、はい、リオニスオモントの新登場を記念した期間限定の育成チャレンジミッションを開催です、うん、ミッションクリアでリオニスオモントのかけらを獲得できるほか、言及や虹の思いのかけらなどの豪華報酬を獲得可能でございます、うん、
こちらの開催期間はですね、2021年1月1日金曜日の0時から1月15日の金曜日9時59分までです。以上、謹賀新年2021年キャンペーンでした。あっという間にエンディングの、はい、あっという間ですね。まあ結構モリモリではあったけど、はい、ね、で最後、2020年の最後の動画で、はい、まあ、改めてね、はい、ニーヤコラボで締めくくる幻影戦争になったわけなんですけど、はいはいはい、どうでしたか、サンマさん。まあそうですね、まあ一応 FF10 コラボもありつつ、はい、ニーヤコラボもあって、うん、まあ今回ね、出た正月のリオニスオモントとか結構盛り上がってるというか、モリモリやることいっぱいだし、モリモリです、かなりモリモリなんで、これからも幻影戦争楽しんでいきたいなっていうところと、まあ、1年振り返りで言うと、僕がこの公式番組の一応途中からなんかレギュラーっぽくスッと参加させていただいて、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。なんか毎月こう楽しい時間で、ね、この幻影戦争トークを ね、しながら収録できて、まあ、非常に楽しかったんで、まあ、来年もねぜひよろしくお願いしますというところでございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。アレちゃんはどうでしたか。そうですね、なんかあっという間の1年だったなって。早いよな、早いんですよ。マジで早いですね。あの、私やっとっていうか、まあ、全然前なんですけど、ギルドに入りまして、うん、ずっとソロプレイだったんですけど、勇気を出して入れてっつってギルドに入りまして、はいはいはい、結構軽いのにだね。いいね、入れてって入って、あの、仲良くチャットで お話しさせてもらったりとかしてて、うん、あの、すごくこうみんなで一緒に共闘する楽しさとかも、うん、あの、見出せてたりするので、来年も2021年もまたさらに楽しく、何かまた大きなイベントとかもあったら頑張っていきたいなって思います。うん、はい、宮保さんはいかがでした。いや、まあ本当に今年早かったんですけど、はい、この動画出させていただいて、まあ、いろいろご迷惑もおかけ、うん、急にどうされたんですか。るとは思うんですよ。オープニングぐらいじゃないですか。オープニング可能ぐらいで。いやいやね、なんかちょっと進行もやっぱこんな感じなんで、雑な感じで、ね、お二人には迷惑かけたんですけどね。いい、はい、まあ、ぜひぜひ来年もよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。新年モント、まあ、モントで始まりね、今年は。で、来年もモントで始まると。来年もいや、こいつを引いてバチバチに楽しいね、幻影戦争ライフを送りたいですね。はい、スタートダッシュを決めたい。次回の収録の時には3人ともモントを持ってる状態。まあちょっとニアのキャラも欲しいけど、いろいろとなんかこれをゲットするためにうーんって今天秤かける状態じゃん。いや、石もね、無限じゃないですか。そうどっちも強いじゃないですか。めちゃくちゃ迷ってます。はい、なのでちょっとこの後考えたいと思います。はい、ってな感じで、まあ、今年もいろいろありましたが、はい、皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では最後にチャンネル登録のお知らせです。FFB 公式チャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いします。登録すると動画や配信が更新された時に通知が届きますので、とっても便利です。こちらの動画の概要欄には公式サイト、公式 Twitter のリンクが貼ってありますので、そちらもチェックしてみてください。また、サンバさんが攻略を担当されているファミツアップさんのFFB 幻影戦争の攻略動画も下の概要欄に URL が貼ってありますので、そちらもぜひご覧ください。はい、ちょっとね、最近はね、動画撮れてないんですけど、あの、記事の方はね、いつも上げてるので、まあ、今回のニーヤコラボのユニット評価の記事とかも詳細が載っているので、ぜひそちらご覧ください。はい、お願いします。それでは皆様、引き続き FFB 幻影戦争をよろしくお願いします。お願いします。お願いします。2021年にまたお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。良いお年を。良いお年を。